こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はアマゾンカタログの相乗りトラブル。ねえー、日本アマゾンでの出品でよくあるトラブル。まあ、たまにアメリカアマゾンなんかでもありますけど、まあ、相乗りするなという警告が届くというのがあります。で、今はね、アマゾンの方も商標登録がないと、まあ、えー、このブランド登録もできないし、相乗り警告等のね、えー、相手にしないんで、まあ、 商標登録をして警告するっていうのが流行ってます。で、まあ文章的にね、まあ中国から来てるんでおかしな日本語で届いてるんですけど、まあ実際こう見てみるとその相手のね、えー、ブランド名で、えー、中国の深セで登録されてると。まあただ中国の深セのね、えー、登録は中国国内の登録ですからね、えー、日本で販売する分には全く問題ないということなんですけど、ただ、えー アマゾンの担当者がね、この中国の登録消費は日本国内では効力がないということを知ってるとは限らない。ね、それと、まあ、そもそも法律がどうだというよりは、相手と自分のどちらがアマゾンに利益をもたらしているか、あるいはね、相手と自分のどちらがアマゾンに不利益をもたらすことができるかによって対応は変わります。でなぜ、警告が来たのかなどにより、対応はケースバイケース。ね、例えば、 マイナスの原因で警告が来たという場合ね。つまり儲からない商品だという場合。まあ、儲からない商品でね、めんどくさかったりリスクを負ってやってることもないんで、まあ、基本的に儲からない商品の場合はね、えまあ、トラブルにならないように、ま商品を削除して売るのをやめるというのがね、妥当かなという感じです。まあ、例えば、日本商品が、日本市場がね、小さくて厳しいのでライバルを排除しないと売れないとか、 まあ商品にライバルが多くて売れない。あるいはね、自分が作ったカタログからはライバルを排除すべきと考えている出品者であると。ねまあ、この3番の原因で儲かる場合には対応がまたね、えー、全然変わりますけど、まあ、儲からない商品でね、ややこしいやつ相手にしてもしょうがないなというのがね、基本的なスタンスです。儲からない商品の場合。で、逆にプラスの原因で商標の傾向が来たと。儲かる商品の場合ですね。 日本市場が大きくて魅力的なんでね、あらかじめライバルを排除したいと。あるいは商品が儲かるのでライバルを排除して利益を一人占めしたい。まあ自分が作った方だからっていうのは一緒ですけど、まあ、この場合ね、えー、まあややこしい相手でもね、儲かる商品だったら戦うべきだという形になるんでまた対応も変わります。で、a z o n がね、まあ、同じことでも Amazon の対応もコロコロ変わるんで、まあ、基本的にはね、えー、儲からない商品だったらまあ、 えー、手間かけないと。儲かる商品だったらそれは手間かけるというのはね、えー、まあ、日本に限らず、どこの市場でも一緒なんですけど、ただ、まあ、基本的に日本市場の場合ね、まあ、市場がちっちゃくて、まあ、儲からないところにどっさり出品者がいるんでね、それでね、どっちかっていったらこの商標を登録してね、ライバルを排除とか、まあ、そっちの方面にね、エネルギーを注いでる人が非常に多いんで、まあ、正直ややこしいかなと。 オーストラリアなり、アメリカなりで売れるんだったら、わざわざ日本でやらない方が、えー、ストレス少ないのになと思うことはね、えー、まあ多々あります。まだただ、そういうそうは言ってもね、日本で儲かる商品があって、えー、販売してる場合もあるんで、その場合は、まあ、商品と相手によりね、対応はケースバイケースですんで、まあ、この警告届いたらね、えー、お気軽にご相談ください。そんな形で、今日は、えー、久々にこの商標登録の 脅しがが来たたという連絡があったんでね、えー、オーストラリアに切り替えてからはオーストラリアでこれ来たことまだないんですけどまあそういえばね、えー、日本でまだやってる人が多かった頃はこの相談多かったなと思いながらねまた久しぶりに、えー、解説動画を作りました以上天板アカデミー堀秀夫でした